どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、宇多田ヒカルさんのデビュー曲、オートマティック。こちらの曲を、ガズレレ流簡単バージョンでこのちっちゃいウクレレでやってみようと思います。まあ、この曲はですね、まあ、最初聴いたときは、おしゃれでファンキーなくせに少女じゃないですか。なんかすごく面白いインパクトがあって、まあ印象的な曲で、まあいい曲ですが、皆さんぜひ始めてやってみてください。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流オリジナル簡単バージョン。後半はファンキーにカッティング入れたノリノリのかっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲が憧れの曲、いつもカラオケで歌う曲を楽器と一緒に弾く弾き語り、弾いて歌う弾き語り。これぜひ始めてもらえて最高に楽しいんですよ。最高です。はい。とはいえね、今まで楽器とかやったことないとか、音楽は私は苦手だなというそこのあなた、ウクレレだったらできます。ピアノとかギターはやっぱちょっと難しい。ウクレレでまず掴んでください。はい。その後ね、感覚を覚えたり、そういうのこに行くのももちろんいいと思いますけど、まず最初の一歩踏み出すのはウクレレ最高ですよ。まずちっちゃくて、持ち運びができて、いつでも触ってられるっていうと、弦が4本しかないから、押さえるのも他の楽器に比べたらすごい楽です。はい。そして今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見て、動画と一緒にウクレレ触ってるだけで、どんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、その順番通り、数字の1からだんだん動画を見ながら やってるだけでもスイスイできるようになりますから、ぜひ皆さんやってみてください。じゃあリンク入ります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今まで私が撮りためた700曲ぐらいのありとあらゆる音楽の、ウクレレレッスン動画がもうすでにアップロードされております。最新ので J-POP から夏メロから定番の J-POP、洋楽、ハワイアン、演歌、アニソン、何でもありますからもう本当に、先ほどのリンクのところ探してもらうといっぱい曲出てきますんで、見てみてください。はい。それではですね、オートマチック。一個ね、ちょっと初心者コードじゃないのが出てくるんで、ちょっと後で解説します。ひとまずデモ演奏の方、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。シンプル簡単版やってみました。コードと弾き方4つ引きなんで、そっちは結構簡単だと思うんですけれども、やっぱり歌の乗せ方、言葉のリズムのね、取り方。この辺が R&B であり、こう、ブラックミュージックであり、ソウルフルであり、かっこいいんですよ。このね、感じがね、やっぱりすごくこう、フローしてるっていうかね。はい。
早い。で、今のね、動画のテロップ見ながら弾くのももちろんいいんですけれども、ちょっと自分で書いてもらってですね、オリジナルの歌本を作ってみてください。今のもちろん聴いていただいて分かったように、1番だけやったショートカットバージョンですから、フルでやりたい方、どんどん書いていってください。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。さっきも言ったんですけど、シンプルですよ、すごくコード進行は。ただ歌い方がやっぱりちょっとかっこいいっていうか、まあ R&B ですよ、ソウルフルですよね。まあメモってってください、どうぞ。はい、最初にも言ったんですけど、一箇所ちょっと難しいコードが出てくるのはこれですね、 A シャープメジャー7。これ後で解説しますんで安心してください。でここはちょっと小説がここで、ここはね弾き方かっこいい版のバージョンの弾き方の解説なんで、ここはまあないです、はい、ブランクね。はい、テロップと照らし合わせながら。で、こっからサビになっていく感じですね。はい、どうでしょうか。はい、コード進行は結構、簡単だと思います。この1個のコードを戻って。じゃあ、ちょっとコードの解説をどんどんしていきましょう。いきますよ。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7ですね。まず、ここまでいい？これはね、1、2、3、4、5、6、7。これガズレレ必須コードって言われてるやつですね。で、今は A7 と A シャープメジャー7という、このコードが10個でちょっと多いかもしれないんですけど、この、このコード以外は結構お馴染みだと思います。これは今も言ったんですけど、このガズレレ必須コードという8個のコードのグループです。ガズレレ必須コードっていうのはですね、コードっていうのは星の数ほどあります。全部覚えようと思ってもそもそも無理。そして覚える必要もないです。で、ウクレレで一番都合がいいコードの集団っていうのがあって、それのことを言ってるんですよ。ウクレレ始めるあなたにとって一番最初に覚えたいコードの8個、しかも超簡単入門コードですからね、簡単に押さえられます。なんでまず最初にこのガズレレ必須コード8個を最優先で覚えてください。そのほとんど今日出てくるってことになってますからね。はい、そのガズレレ必須コードを以前私がですね、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここにリンク貼っておきます。ここでコードの8個はもうマスターしてください。必須ですからね。そしたらね、ほとんどこの YouTube、ガズレレ YouTube チャンネルの曲はほとんどこれが基本になってますから、できますから。まずそれを足がかりにいろんな世界に、音楽の世界に入っていってください。はい。で、今日そのサッカーなんかで出ているように、このコードを解説しましょう。A シャープメジャー7ですけど、これね、よく見てください。じゃあ解説します。まず、押さえる場所。ここと、ここです。ここと、こういう風ですね。一弦は弾かないです。なんて、立てといてください、忙しい。こんな響き。ちょっと響き。なんかこう、不思議な、空間的な響きですね。これ、ちょっとパッと行くの難しいかもしれない、初心者の人は。先をちょっと読みながら、あ、そろそろ来るなと思いながら、先を読みながらこう、押さえていくのが、コードを押さえるポイントですから。これを押さえてみてください。一箇所出てくるだけですからね。それでは、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは、出てくるコード全く一緒。なんで安心してください。ただし、リズムが難しい。かっこいい難しいです。このリズムは正式に言うねあれば、16ビートのカッティングのシャッフルのチャです。長いな。はい。まず16ビートでしょ？チャでしょ？カッティング、あとシャッフルです。シャッフルっていうのは、チャッカ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 って跳ねてる。普通のリズムは、タタ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 に対して、チャッカ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 ですから。まずこのシャッフルのリズムっていうのを覚えておいてください。そしてね、こんな感じでやりたいです。じゃあ、コードは、じゃあ Aマイナーを押さえて、ちょっとイントロだけやってみると、これをやりたいです。これはですね、まず一番の手っ取り早い、雰囲気のつかみ方は、今ここに書いたんですけれども、見てください。ドーンとチャカッタ、ドンドンチャカッタ、ドーンとチャカッタ、ドンドンチャカッタです。ドーンとチャカッタ、ドンドンチャカッタ、ジョーンとチャカッタ、ドンドンチャカッタ。分析してみましょう。じゃあ、今度 C を押さえて右手見てください。ドーン、ドーンとチャ。ここまでいい？ドーンとチャ。そしたら次は、カッティングで、チャッチャッアップ2回。ドーンドチャカッカ。前半です。ドーンドチャカッカ。カッティングですよ。カッティングっていうのは触るだけね。はい。次は、ドンドンチャッパ。ドーンドチャカッカ。後半は、ドンドンチャッパッパ。ドーンドチャパッパ。ドンドンチャパッパ。ドーンドチャパッパ。ドンドンチャパッパ。こんな
な雰囲気ですね、大まかには。いや、分かりづらいんでイントロでやろうか。こんな感じです。どんどん高っか、どんどん高っか、どんどん高っか、どんどん高っか。もう一回分析する。A マイナーでやろう。どんどんチャッパッパ。次。どんどんチャッパッパ。これが基本です。なんで、このどんどんチャッパッパ、どんどんチャッパッパ。これを口で言って、リズム、こう大きいノリでやってみようと思います。ちなみに基本的なリズム、16ビートのチャとカッティング、別々のセクションですけど、ここに弾き方、書いたページ、リンク貼っときますね。ここは、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚。その中から16ビートのチャとカッティングをちょっと見て、基礎をやってください。で、言っときますけど、16ビートってのは結構すごく難しいリズムですので、8ビートを極めてからじゃないとできない。なんで、階段を登っていくようにマスターしていってください。ちょっとこれはですね、やっぱオートマチックといえば、この、すごいこうブレイクビーツっていうか、ドッ、タッ、ドッ、ドッ、タッ、ドッ、このリズムをなんとかこうかっこよくウクレレで再現したいなと思ったんで。言っときますけど、このリズムは簡単ではない。難しいですよ。なんですけど、やっぱりいずれはこの感覚をちょっと掴んでもらいたいんで。まずは Am とか1個のコードで。まあこんな感じのニュアンスで何かを掴み取ってくれるといいと思います。いずれね、こういうのコントロールできるとすごく楽しいです。はい、じゃあまあ、オートマチック、宇多田ヒカルさんのオートマチック、かっこいいバージョンやってみる !1、2、バージョンやってみました。もうソウルフルでファンキーで、もうこう腰からこうぐんぐん来るやつですからね。もうダドンドンパッツバンパッカバンバン、もうシャッフルとチャッカ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 、テンション上がりました。なんかね、やっぱもうこうね、リズムってほんとすごいですよ皆さん。このなんて言うんでしょうかね、もうつかめそうでつかめない感じですけれど、なんかこうちょっとでもこの感覚をつかめるとですね、すごくまたいいんで、皆さんこういうのできるように。まあこれ難しいんですけどね、私も本当に日々修行でございますけども、はい、皆さんもだんだんこういう感覚が、身につくと、またより音楽が楽しめると思います。はい、よろしくお願いします。ウクレレ弾ける方、今ちょっと面白いなってる方、どんどん周りの人に教えてあげてください。これが面白いやつですから、はい、お願いします。はい、ガズレレでいろんなことやってます。イベント情報もあるし、
いろいろなグッズの販売、本の販売もやってます。ご案内を見てください。ありがとうございました。どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日、四日市。3月31日は浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり。僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文などあるので、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きですよ。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい、このね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。お願いいたします。もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、ね。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ、見てくださいね。それでは、また音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かに。最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。